その方々が中心になってファンから琉球を応援する写真を募って、それを動画にしたものを、試合前に流したそうです。で、中央で中野、ここを挟みに行くで奪って言いました。裏を狙ったのは谷口のシュート、ナイスセーブ、田口です。富所、相手をうまく剥がしていきます。琉球は前半から、パスのリズムもありますね。抜け出した、抜け出した、クソだ、素晴らしい。前半10分草野2試合連続のしっかりとこのパスの後ですよね、でこの後、左から、ね、草野選手ディフェンス来てるんですけど、それをしっかりガードしながら、また下というか足の届かないところにシュートですよね。一瞬早くシュートですね。まあ、小島選手もちょっと 届きにくいところに入りましたので、まあ、草野選手シュートがうまかったですね。前節、中野がもらった PK をね、右からクロス、松田に当たる、落として高木、浮き球あ、PK ですか。 PK のジャッジになりました。この後ですね、バックパスからクロス、ここですよね。これがファールということになったということですよね。どうですか、これが。新潟としては前半のうちに追いつけるチャンス。高木しっかりと右隅に決めて今シーズン3点目、新潟が前半のうちに追いつきました。高木選手よくね、高木選手の動き見て逆を取りましたね。あのゴールキーパー出身の石川さん、このゴールキーパーシーンいかがですか、この PK のシーン。これはですね、まあ、ずっと見ていられると、キーパーも少しやりづらいんですけど、ですから今シーズン序盤本当に苦しんでいる琉球ですけれども、これだけやれるんですね。そうですね、おお、松田です。松田縦運んでクロス、田口止めました。いや、一瞬入ったかと思いましたね。転がして竹澤、ナイスキーパー小島。いや、一連の琉球のね、競り勝った沼田、その後、上原慎也、清武に預けて、アイディアのあるボール、大本、打つ、ナイスキーパー、決めない。いや、ナイスシュートですね、ナイスキーパー、小島、最後は池田が詰めたと思いますが、届かず。いや、新潟の方はここまで引き分けを挟んで、5試合負けなしで来てます。タッチ終わりました。ここで試合終了の笛、琉球対新潟1対1、まさに死闘。